5月16日、長野アーツ大会です、ブラックタイガーセブン選手よりなんか怪文書届いたという話が奥田林から、はい、届いたんですけど、読み上げてみてください。はい、ブラックタイガーセブン選手から僕の、携帯に、はい、怪文書です。なんで怪文書が奥田林から精通してるんだ。いや、そうです。そういうわけじゃない。ちょっとおかしいやん、はい、ちょっとメール一応してたんで、アドレスをちょっと来たんで、ちょっと読んでもじゃあ大丈夫でしょうか。怪文書怪しいな、はい、世界ジュニア王者の佐藤選手が唐突にアジアタックの挑戦が決まったと。これも明らかにとてつもない脅威な陰謀ではないのか。世界ジュニアの防衛戦も唐突に決まり、前哨戦も1回しか組まれず、私ブラックタイガーセブンは奥田リングアナしか信用できない。私ブラックタイガーセブンはします、させてもらいます、入団だけは、フロム旭川、ブラックタイガーセブンというのが来てますけど、旭川からこれ送られてきてるみたいですけど、そもそもブラックタイガーセブンだからなんかなんちゃらタイガーとかなんか最近わけわかんないな本当に。まあ今日も新ブラックタイガー、それがなんで奥田リングアナの方にメールで届くっていうのも俺もよくわからない。あ、まあなんか代理人なのかわかんないです。ブラックタイガーセブンっていうわけじゃない、まあちょっとそれは言えないんですけど、ブラックタイガーセブンからっていうことで、まあ、いろいろあのうるさいこと言ってきたとしてもね、あの正々堂々と、やっぱ選手権なんでね、あの世界ジュニアの選手権は、きっちり試合をやってもらいたいと思います。全日本としてその入団するとかなんちゃらとかそういうことは一切認めません。絶対するって言ってますけどね、させてもらいます、しない、させない、入団だけは。リンガーのブラックタイガーセブン選手は、はい、奥田リンガーだからその入団を認めてもらったって発言されてましたけど、それについては奥田が言ったってことになってるわけだ、向こうは。本人はそうしちゃう。言ったの？いや、ちょっと、いや、ちょっと言ったか言わないかぐらいは分かるでしょ。まあ、ちょっと答えられないとしか言ったかもしれない。答えられないとしか言えないですね。密会したって言ってましたけど、まあ、あったか会ってないかで言ったら、まあ会ってる、あっだような合ってないような、言えない言えないです、ね、言えない、うやむやだな、なんか分かりにくいんだよ最近、なんかいろんなことが分かりにくすぎるもうそんなことより世界選手権、世界ジュニア選手権、もうやっぱりあの選手権試合としてもう過去のね、あの選手権試合と比べても恥ずかしくないぐらいの堂々としたあの試合をやってもらいたいですよね。勝ったらどうだ、負けたらどうだとか、もうそんなことよりもう好試合を期待します。奥田リンガーさんも旭川から来てるっていうのは心当たりありますか、ね、旭川、まあその旭川に今いらっしゃるっていうことみたいな、北海道にいるのかな、わかんないんですけど、まあね、ちょっとわかんないです、誰から来たかっていうのはちょっと、まあ、ちょっと言えないんですけど、ブラックタイガーセブンプロも旭川、ここまでしかちょっと言えないです。新ブラックタイガーが旭川にいる、新ブラックタイガーじゃないですか、ブラックタイガーセブン、ブラックタイガーセブン、新ブラックタイガーは今日長野に出てますけど、あ、分かりにくいな本当に。ブラックタイガーセブンが長野にいる、いや、あの旭川にいる、あ、旭川ね、ブラックタイガーセブンが旭川にいて、旭川、はい、新ブラックタイガーは今日ここにいる、新ブラックタイガーは長野にいる、はい、旭川からメールが来て、はい、で今度の後楽園で勝ったら入団、負けたら対談とかって言ってるわけ、対談関係ない、入団して全日本のブラックタイガーセブンとして全日本のために世界ジュニアのベルトを取るって言ってですね、分かりにくいな、まあ、そんなことより本当面倒くさいこと抜きにさ、もう本当世界ジュニアの選手権としてさ堂々とやってほしいよ本当。後、まあ、楽園の試合、あの淵さんも、過去にベルトを巻いてたね、堂々としたチャンピオンも出場しますんでね、やっぱその淵さんが見てね、もう本当簡単するようなそういう試合をやってほしいなと、そういうふうに思います。